タコ商会フリゲートで1953年に18隻が対応された。1972年までに全艦隊へ絆。みす型の前身であるタコマ級商会フリゲートは第二次世界大戦においてアメリカ海軍が建造、運用した護衛艦である。96隻建造されたうち21隻がイギリスに 対応され、残り75隻がアメリカで運用されたが、1945年、対日作戦用として28隻がソ連のノー赤色海軍に対応された。戦後、沈没した1隻を除く27隻がアメリカに返還され、横須賀港に係留されていたが、1950年の朝鮮戦争の勃発に伴い急遽再整備され、朝鮮水域に出動した。 1950年末、吉田茂内閣総理大臣が主催する会食の、席上米極東海軍司令官シーターナージョイ中将より、野村義三郎元海軍大将に対して、横須賀で保管されていたこれらのフリーゲートを日本に対応するという提案がなされた。これは、非公式の打診であったが、1951年10月19日には、正式に、 マシューリッジウェイ連合国軍最高司令官より50隻の LSSL と共にフリゲート18隻を対応するとの提案がなされ、吉田首相はこれをその場で承諾した。これらのフリゲートは当時連合国軍占領下の日本において唯一の洋上実力組織であった海上保安庁により運用されることとなったが、海保の当初構想とは異なり、 従来の巡視船を増強しての分散運用ではなく、海保部内でも一種独立した組織において集合運用されることとなった。これは再軍備の一環として、陸上における警察予備隊に対応する組織を目指したものであり、1952年4月26日、海上警備隊として発足した。海上警備隊は、同年8月1日、 保安庁警備隊として解放から独立したが、船舶の対応は、日米船舶対策協定の発行が遅れたため、PF の正式受け入れができず、やむを得ず整備の終わった PF を行政措置により、保管受け入れし、隊員が乗り組み保管訓練を行い、さらに臨時編成による、船体基本訓練を実施していた。一方、日米船舶対策協定をめぐっては、 日本側の受け入れが行政措置か協定締結かで国会で揉め11月にようやく日米船舶対策協定が調印されたがさらに国会通貨をめぐって p f が船舶なのか軍艦なのかといった論争に時間がかかり12月27日になってようやく協定の発効となった協定では、p、f l s s l の対応有効期限を5年とし 期間満了の際、日本側の要請により、さらに5年間延長できるものとなっていた。1953年1月14日、米海軍横須賀基地において、第1回引き渡し式が挙行され、PF6 隻、LSSL4 隻が日本に引き渡された。12月23日の第11回船舶引き渡しをもって、PF18 隻、 LSSL50 隻の引き渡しが完了した。警備隊は1954年7月1日、防衛庁海上自衛隊に改編された。本級は国産護衛艦の収益以降も水上戦力の中核として活動し、1962年8月28日には全艦供与に切り替えられた。1965年代以降、老朽化のため順次引退し、 1972年3月31日の、茅野の保管線への区分変更を最後に、護衛艦籍から姿を消した。クス型から撤去した、マーク2250口径3インチ単素艦射砲3門は1962年より、観音崎霊放台に設置して、霊放として、現在も運用している。本級の看板号は、でと同じ200番台であるが、 艦首記号は DD でも D でもなく、アメリカ海軍当時の PF を引き続き使用した。なお、看板号は、当初、1から始まっていたが、1957年9月1日、海上自衛隊訓練の一部改正により280からに変更されている。PF-291、霧、平間洋一、海上自衛隊55年の歩み。 世界の感染684週2008年、読売新聞戦後シ版編、第2章海上警備隊、昭和戦後史、再軍備の奇跡読売新聞社、1981年、174から256ページ。A 新 B000J7W6JM。苦戦訓練、日本ニュース第219号ニュース映像、NHK 戦争証言アーカイブス。 東京日本放送協会該当時間10分04秒から11分19秒 https コロンスラッシュスラッシュ www2.nhk.or.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ s h o g e n a r c h i v e s スラッシュ j p n e w s スラッシュムービー .cgi だず ID イコール D 0001300347 0000& 000セグナンバーイコール0042019年4月18日閲覧ありがとうございます